福岡2020。はい、今週も始まりました。福岡2020パーソナリティのリオです。キミコです。よろしくお願いします。はい、ディレクター忘れてました。よろしくお願いします。お願いします。福岡2020はビジネス、地方創生、シェアリングエコノミー、デジタルトランスフォーメーションをキーワードに、専門的かつ未来志向の話を大学生パーソナリティが徹底的に分かりやすく噛み砕いて発信する福岡初のメディアです。毎週木曜日の19時から福岡天神にある自社スタジオからお送りしております。またこの放送は株式会社ベライチ、ファクタソ、ポルト株式会社、一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会にご協賛いただいております。第118回目となる今回は福岡2020総集編ということで、今年2020年を締めくくる放送としていきたいと思います。一緒にお送りしてもらうのは今回初めてかな、キミコちゃん初めてかな、はい、初めてです。となる新パーソナリティのキミコちゃんと、はい、平野ディレクターとお送りしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。します。マイクつけてるからちょっとはいはい、はい、ということで、じゃあまずは2020年を振り返ろうということで、今年印象的だった回とか、まあ、そんなお話をね、皆さんとしていきたいと思うんですが、平野ディレクター、なんか、はい、平野さんは、こう、この、何回放送あったんでしょうか？まあ、その中で一番印象的だったものはありましたか？2020年でっていうことですよね。そうっすね。2020年だとね、どうかな。まあでも、今日見返してると、2020年2月ぐらいに、はい、南ホールディングスの江上社長に出ていただいて、はい、あれがまだ、はい、天神の放送局で放送してる時で、その時初めて、ゲストが放送に送れるっていう。なんか、あ、そっか、そっか、そっか、そうですね。これはすごい印象的で、印象的で、だから打ち合わせも、事前の打ち合わせできてなくて、全くしてなくて、いらっしゃって、はい、で、江上社長もいらっしゃって、はい、放送、今、始まりましたみたいな、始まりますみたいな。まあ、ただね、うまくみんなが、はい、つないで、ちゃんと放送事故にはならなかった。なんか、あたかも始まりなかったので。そうあったりしたんですよね。そういうのね、成長も見れた。そう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 。うんうん。そういうのもね、まあ、それはすごいあります、ね。アクシデントとして、まああったりとか、うん、まあそういうのもあるかな。まああとはね、結構やっぱ難しい、うん、まあ学生にとっては割と馴染みのない話をやっぱされるゲストも多いから、うん、その次の週とかはね、うん、VC とかの岸原さんのゲストで、はい、もうなんか。ラジオっていうよりかは講義みたいな、はい、大学の講義聞いてますみたいなね会があったり。いやもう本当に分かんないですもんね。やっぱ VC とかはもう本当に難しくって、だからそのための勉強みたいなのがめちゃくちゃ大変でしたね。で特にその後に私はそういう会があったんですけど、なんかすごい、うん、インタビュー記事とかがあるよりはどっちかっていうとその人の講義とかのコンテンツの方がよく載ってて、そういう人だとなんかそれをどうやって理解するかっていうところでめちゃくちゃ勉強が始まるみたいな。あ、うん、そこからの勉強ですね。ね、ありました。まあそういうのもね含めて、やっぱラジオのパーソナリティってところで、はい、今まで触れてこなかったところでさ、はい、なんかあんまりね、はい、詳しくない領域のゲストがいらっしゃるともちろん調べるから、はい、ってなると大学では習わないとか、普段自分が接しないところも多いね。はい、そうですね。はい。すごいいいと思うんだよね。そうそう。パーソナリティのゆきです。今年3月から福岡2020のパーソナリティとして活動をさせていただきました。1年間を振り返ってみて、福岡2020は私にとって変化の場であり、学びの場でもありました。初めてメインパーソナリティを務めさせていただいた田鹿さんの回では、まあ、言葉に詰まったり内容がうまくまとめられず失敗の連続でとても悔しい思いをしたんですが、まあ、それを機に福岡2020に対する思いもより一層強くなりました。会を重ねるごとに下調べが楽しくなったり、
まあ、ゲストにどんな話を聞けるんだろうってワクワクするようになりました。来年は視聴者の皆さんにもっとプラスな情報をお届けできるように、ゲストの方をさらに深掘りしていける番組にしていきたいなと思います。ありがとうございました。で、私も今日自分なりにこれまでの放送を見てたんですけど、なんか結構1月は海外展開されてるというか、海外にまでフィールドを広げてる方が結構いらっしゃったなって見て思って、で、あとその後、あとは、まあ、福岡が中心だったんだけど、それがもう本当に全国展開してて、あれ俺福岡本社だったのみたいなパターンになってたりとか、なんかあとは分野を超えて、それこそ江上社長がそうだと思うんですけど、自動車学校じゃないやんみたいなパターン、とか、はい、結構なんか、はい、福岡とかっていう土地とか、あとは分野とかを超えてる人がやっぱり本当にたくさんいらしてくださったんだなっていうのを見てましたね。はい、そうですね。そうそう、それで5月ぐらいから、はい、まあいろいろね、緊急事態宣言とかあったりとかして、はい、電話でのね、ご出演とか。そうなんですよ。いつまでですかね。ちょうど募集デーとかがあったじゃないですか。福岡募集デー、募集福岡、どっちだ。市倉さんをお呼びした時にそういう会があったと思うんですが、その後ちょっと本当にコロナが激しくなったので、4月ぐらいからかな、完全に電話出演とかを始めましたよね。そう、だからそこも電話出演だったら、はい、事前の打ち合わせがやっぱできないから、はい、ね、裏で控え室みたいな感じ で、楽屋でね、ズーム使ったりして、で、そうそう、放送は電話で音もしてるけど、はい、ズームで控え室、楽屋作って、うん、そこで顔を見ながら話すみたいな。そうそう、その時は放送局でやってたので、こういう風にストリームヤードとかを使うわけにはいかなかったから、ね、なんか。そうそうそう、ラジオの放送局の方でまだ。電話とズーム両方つないで、はいはい、ラジオからは音だけが入ってるみたいな、うん、ゲストの顔は見えないでっていう感じのことをやってましたよね。でもそれをやった瞬間、海外とか、あとはこう東北の方だったりとか、これまでは東京の方だったり出てもらえなかった人、なんかやっぱ福岡中心だったんですけど、それがすごく広がりましたよね。うん、広がりますね。そうそうそうなんですよ、うん、実際インドからとかね、まあ、うん、だから今の、ね、こういう放送のやり方の、まあ、ちょっとこう礎じゃないけど、はい、ベースになったところ、うん、期間ではある。そうですね。いや、でもそう考えたら盛りだくさんですよね、本当に今年2020年。そうです。なんかあっという間でしたけど、本当そんな風に一回もだからその19時に放送するということは休んでないっていうかですよね。そうですね。そう考えるとすごいな。すごいですよね。本当にこれまで約118名の方を呼びして毎週続けてきたと思うとすごいですよね。あ、あれですね、コメントしてくれてますね。1月ん、どういうことですかね、これ。あ、計67回ですね。そう、私あれですね、告知の放送で何回あったでしょうっていうクイズやってましたけど、答えは67回だったということで、そんなにやってるんですね、はい、そんなにあったんですね。そうですよね。ゆきさんからも濃すぎる2020年でした。本当ですよ。ピエンってきてますね。ピエン、この若いですね。このピエンはどういう感情のピエンなの、これ。20年でしたっていう感動のピエンだよね、ゆきちゃん。感動なんですね。すごいな、すごい、だと思います。いや、すごいですね。あ、めっちゃ間違えたってひどいですね。ゆかりさん、まさかの嘘ついてます。51回でした。申し訳ございません。ご報です。ここゆかりさん編集してください、ね。はい、キミコさんは何かありましたか、はい、印象的な回とか。うん、私はなんかすごい全然違う世界だなって思ったのが、うん、ゲーム会社はい、はい、とやってる時になんか漫画のうん、なんか登場人物の人みたいな感じの方がいらっしゃってて、はい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 、なんか放送の人とか地域創生だけじゃなく違う人とも関われるのがすごいいいなって思って。そうですね、本当分野に関わらずっていう感じですよね。
あれが印象的だったな。その時は結構あれですよね、まだパーソナリティとして入っていたわけではなくて、はい、結構視聴者的に聞いてくれてたってことですね。そうですね、興味があって見てみて、そこでなんかパーソナリティの方が聞き出す質問、話を聞き出すのがすごいなって思って憧れました。そうだったんですね。嬉しいですね。誰がパーソナリティだったか覚えてないですけど確かに誰だったんだろう。はい、あれですよね、中田たまきちゃんが言ってくれてましたけど、はい、昨年度は結構その固定で同じパーソナリティがいろんなゲストと話すっていう感じで結構やってたと思うんですけど、今年2020年はほとんど毎回違うパーソナリティで送りできましたね。うん、皆さんやっぱね増えてくれたんですかね、うん、やる人が増えてきたんで。そう、本当に個性あふれてますよね今。そうなんですよ、だからね、パーソナリティのパーソナリティがより目立つというかねそうですね。でもなんか、まあ、話ちょっとこれ後半の方とちょっと通じちゃうのかなとは思うんですけど、こうパーソナリティ自体に価値がないと、なんかその出てよかったって思ってもらうのにつながらないかなっていうのはすごいありますよね。そうですね、だからできればなんかゲストお願いしたときに、はい、例えばさゲストから、はい、ここ20の20だったら、はい、中園さんパーソナリティお願いしたいです。そうですそうです、それ指名されて、ね、言われるパターンいいですよね、がすごくいいなと思いますけどね。うん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 、あ、高田さんと話せるんですねとか言ってもらえるとね、より良くなるかなと思いますけどね。そうですね、ゲストからなんかだ、うんうんうん、パーソナリティの玉木です。2020年1年間大変お世話になりました。ありがとうございました。2020年を振り返ってみて、もう変化に続けたそんな1年間になりました。1年前までは固定パーソナリティで毎回放送してきたんですけれども、新しくたくさんメンバーが入ってきてくれたことで、こう私自身毎回こう違うパーソナリティの子たちと組んで放送に挑むことができました。そしてありがたいことにですね、今回2020のパーソナリティの人だよねとか、毎回放送聞いてるよっていう風にですね声をかけてもらうことがものすごく増えました。2021年はですね、もっとたくさんのね聞いてもらえるように発信していけたらなという風に思っております。で、なんかそんな風にしたいなっていうのがあって、皆さんいろいろそうキャラを、うん、発信するようにもなりましたね今年は。まだまだそれが、うん、実際のそのゲストからの指名にはまだつながってないかもしれないんですけど、うん、皆さんスタンド FM を始めたことで話がすごく上手になったりとか、なんだろう、インスタグラムをみんなすごい運用してくれたり、ツイッター頑張ったりとか、うん、なんかそのもともとはラジオをなんだろう、より多くの人に知ってもらうためとかだったはずなんですけど、それがだんだんなんか実際にそのやってることでゲストの人に話がしやすくなったりとか、うん、っていうのもありましたよね。そうそう、まあやっぱ自分がね何かしら新しいチャレンジしたりとか新しいツール使ってないと、はい、やっぱ聞くだけで終わっちゃうっていうね。ですね。ああそうなんですね、あなるほど、すごいですねで終わっちゃうから、うん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 、まあ、なんか実践するからこそいいコメントじゃないですか。そうそうそう、確かに、ね、そこで経験で、あ、私もそういうことやってるんですけどあれって大変ですよねとかっていうコメントが入った方がやっぱそうそうそうなんだよ、嬉しいですよね、うんうん、中澤さん分かってるねとか、なるから話しやすくなるんですよ。双方身になるような放送にしたいですよね、うん、そうなんですよ。でも基本的にはね、うん、そうそう、ゲストさんも、うんうん、学生さんとやっぱ話したいって方も多くいらっしゃってて、そうなんってなると、はい、出たんだけど、はい、一方的に話して終わっちゃったよねは、はい、結構これって自分で YouTube 動画撮っても一緒だよねってなっちゃうから、なんか新しい発見ありましたっていうのがすごい良くて、うんうんうん、そうですね、なんか気づきがありましたとか、前回の放送で、はい、おっしゃってくださっててすごい嬉しかったんですけど、はい、嬉しいですね。そうそう、はい、職場の方が見ていらして、あ、そんな一面があったんですね、何々さんみたいな風なことがあったっていう風にお話してくださって、なんかなんて言うんだろう、そういう風な意外性が引き出せたりとか、なんか
自分でも気づかなかったような風に、はい、なんかすごいまとまりましたって言ってくださった方もいたんですよね。何々さんって何々みたいなことが多分されたいんですよねみたいな話をしてたら、すごいなんかそれに、でそうだったのかもみたいなことになったりとか、なんかそういう風に言っていただけるってめちゃくちゃ、はい、まさになんかこの効果2020をやる意味なのかなって私もなんか感じましたね。高田さんはなんか出るときに、はい、そういうので意識していることは、うん、これこれといえばみたいなのあるんですか？1個あげるとすれば、1個あげるとすれば難しいですね。でもなんか結構やっぱりみんな言ってるけど、やっぱ本気で調べますね。本気で調べて、でもなんか私は調べるけど、なんか調べ始めたら限界があるしっていう意味では、うん、こういう話が私はしたいなとか、こういうの人ってきっとこういう人だよなみたいな、こう想像を膨らませてて、なんだろう、その人と友達になりたいっていうか、ちょっとそれは舐めてるかも、言い方があれだけど、なんだろう、はい、その人にと親しくなりたいと思って感じでいくと、その自分が話しやすいですし、あちらも話しやすくこう質問してくれるってなるので、なんか話が乗ってくるみたいなのはすごいあった気がします。三種はとにかく真面目に真面目に全部しなきゃって思って勉強したりしてたんですけど、なんかそれって別に私たちの放送でせんでもよくないみたいな、うん、確かに、はい、でなんか自分が聞きたいことでっていうのもなんかおかしいけど、そういう目線でなんか素直に話せた方がいいのかなっていうのは最近気づいたことですね、うん、そうですね。だからそのあたりがね結構、うん、なんていうかパーソナリティがやっぱ出るところで、うん、だから例えばディレクターの平野が聞きたいことだと、ディレクターの目線でしかないから、うんうんうん、だからそこを自分が聞きたいところとかここですみたいなのを入れると、はい、それってすごく特徴が出るというか、う、ね、切り口があるか、うん、そうですね。ってなると例えば、うん、あ、キミコさんの切り口ってやっぱ面白いですよねみたいな、うんうん、じゃあこのゲストの時はちょっと加藤さん出てもらった方がいい感じの質問を入れてくれそうだなとか、うんうんうん、っていう感じにね、はい、あの出演者とか関係者が思うようになるっていうのが結構あるよね、うん、そうですね、うんうん、なんか実際さ、あのキミコちゃんとか、その今コメントしてくれてるゆきちゃんとか中心で、はい、パーソナリティチャンネルっていうのをね、みんな練習で企画してやってくれてると思うんですけど、はい、あれですね、YouTube でも今見れるようになってると思うので、気になる方見ていただきたいんですが、はい、あのパーソナリティチャンネルやってみて、やっぱりこう、はい、キャスティングっていうのかな、はい、うん、とかも大事だなってちょっと思わなかった。私実際にやってみて、あ、はい、こういう時はこういう人がいいなみたいなのがやっぱあるなって、やってみて実感して、だからこそ自分職を出さなきゃってすごい思いました、はい、パーソナリティ、思います。なんか人によって人のやってきたことを聞きたい人もいるし、その人自身にフューチャーする人もいるから、うんうんうん、全然違うなって思います、うん、そうですね。なんかその人も、はい、聞き方話し方とかが合う人とかありますもんね、はい、うんうん、絶対あると思います、うん、まあそういう意味でというかちょっと話変わるかもしれないですが、はい、その時から2021年からは、はい、どんなゲストとか呼びたいとかありますか、はい、あ、これからですか、こんな、まあ、はい、特定のこの人ではなくても、はい、こういうジャンルの人の話聞きたいとか、はい、そうですね、まあ、僕から言うと、うん、はい、ゲーム業界の方、はい、作ってる側もそうだし、プロゲーマーの方とかも聞きたいし、うん、あと舞台作家とか、うん、演出家とか、人たちの話を少し聞きたいな、はい、確かに確かに。あとはね、デジタル技術の方でやっぱ VR とか、うん、あ、聞きたい、VR 関係のことやってる人たちはちょっと話聞きたいなと、はい、うんうんうん、思ってるんですか、お二人は。はい、どうですか、何かありますか、ジャンルとか。あ、私からいいですか。はい、どうぞ。はい、私はちょっと趣旨から外れるかもしれないんですけど、音楽関係の方に話を聞きたいなと思っていまして、私今まであまり音楽を自分がするってことに興味がなかったんですね、うん、なんですけど、うん、この前のだめカンタービレというドラマを見まして、はいはいはい、やっとけばよかったなって思ったんです。わかります。だからなんか聞いてる人に向けて、なんか聞いてる人は多分音楽関係じゃなくて、まあ、テレビ関係とかにも
興味が一番ある人だと思うんですけど、うん、そんな人にもなんか音楽の話とか違う話も聞いてほしいなと思っています。うん、それいいよね。まあ野田監督でもね、当然漫画だから、うん、漫画家の方もね、みたいな。わかります。漫画家さんとかも話してる。エンタメ領域はすごい気になってるから。うん、そうですね。うんうんうん。パーソナリティのアンナです。先月初めてラジオに出演させていただきました。初めてのラジオ出演ということで本当に緊張していたのですが。ラジオが始まってみると自由に話ができる温かい雰囲気がそこにはあって、ラジオってこんなに楽しいんだなということを教えていただきました。温かみのある、そして聞いている人がホッとできる、そんな空間を作れるようなパーソナリティを目指して来年また頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、パーソナリティのノアです。福岡2020のパーソナリティの方々とはオンライン上で一大学生として、またラジオ制作やパーソナリティのお仕事に関してたくさんの刺激をいただきました。お家にいる時間が長かった今年ですが、福岡2020のおかげで出会いと学びにあふれた1年となりました。一つの放送を終えるごとに初めて知るビジネスのことや、福岡にもまだまだ未知の世界がたくさんあるんだとワクワクします。来年はパーソナリティとしてもっともっとスキルアップして、このワクワクを届けられるように頑張りたいと思います。リオさんは？確かに私もそうかも。そうですね、だから結構関連してるかもしれないですけど、これまでそのなんだろう、私たちがお話を聞いてきた方々もそうなんですが、そういう方ってやっぱりこうビジネスマンだったりして、その、うん、インタビューに答え慣れてる方がすごく多かったかなというか、うん、だと思うんですけど、そうじゃなく、はい、そうじゃなくてというか、まあ、もちろんそういう方のお話もめちゃめちゃ大好きだから今までやってきてますってあれなんですけど、なんかそれに加えてもう一個、そのこれまで作ってきた人だったりとか、あんまり今までは出てこ、あの前では話せなかったっていう方とお話できたらもっといいなっていうのは感じますね。なんかこのオンラインだからこそ気軽にというか、まあ、お家からでも参加していただけますし、っていう意味ではなんか、あとそして相手がこの大学生っていうのもあるので、緊張しにくいというか、なんだちょっとハードルが下がるみたいなのもあるかなって思うので、今まであんまりこうメディアに出てこなかったようなクリエイターの方だったりとか、先ほどおっしゃってた、うんうん、作家さんだったりとかデザイナーの方だったりの話が聞けると面白いのかなと思います。そうだね、はい、だ放送って、まあ、福岡2020のこの7時からの放送でやるのかどうかを置いといて、うん、個人的にはテレビ番組とかで、うん、情熱大陸まではいかないけど、うん、バックステージっていう番組知ってる、知らないの、まあ、あって結構バックステージとかは、例えば情熱大陸だったら、はい、例えばスタバを取材するときって、はい、スタバのさ、はい、社長さんとかお偉い方だけど、バックステージだとそのスタバの1個の店舗のマネージャーさんとかを取材するとか、はいはいはい、この苦悩とか、はい、取材したりとか、はい、あとそのサーカスの方とか、いいですね、その団長というか座長の方じゃなくて、一人の方にフォーカスして、はい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 、その方の含めて取材するみたいなやつで、うん、あれはね、結構ね、まあ、この7時からの放送でやるか置いといて、うん、その、やりたいっちゃやりたい。確かにそうですね、やりたい。見れないんだ。あの、話さないじゃん、普通。絶対そうですよね。うん、発信をしない人だから、さすがです。これね、筧壮さんとかがね、なんていうの、 MC とかやって面白いよ。うんうんうん、お、皆さんやりたいですということです。わ、えさけプロデューサーがディレクターか、おゆきさんが、はい、パーソナリティチャンネルの方でもこの前話になってたんですけど、こう別番組で言えばやっぱりこうせっかく福岡でやっているので、福岡だったり福岡周辺の地域で、うん、なんかこうレポート的なことをライブでできたりするともっと面白いんじゃないかっていうのはやっぱり言ってましたね。うん、なんか福岡って観光のイメージがあんまりないじゃないですか、食べ物だけみたいなイメージがあるから、福岡のもっと身近ないいところとかも発信していけたらいいですよ。うん、そうそう、そういうのとかはね、だから、うん、
俺とかがやっちゃうと、はい、なんかそこなんていうのも、いや、平野さんがおすすめしてるだけでしょってなっちゃうから、うん、はい、同じ学生の目線でこの人面白いですよっていうのを言ってあげると、すごい信頼度は増すんで、ね、うんうん、日本は全然違うから、うん、ちょっとね、やっぱ社会人の発想が入っちゃうと、はい、なんかどこかで裏で何かにつなげられてるんじゃないかみたいなっていう発想度がやっぱ強くなっちゃうから、はい、同じ大学生からね、はい、あのおすすめリコメントされてますってことは、うん、個人的にはいい気がする。今コメントできててちょっと思いましたけど、ゲストに街歩きしてほしいですって言ってくれてるんですけどなんかこうゲストの方のところにパーソナリティが行って、なんだろう、カメラをパーソナリティが手で持ってやるみたいなイメージとかも面白いのかもしれないですね。やりたいですね、うん、あれもいいかもしれないけどね、その職場とか働いてる様子を撮りに行かせてもらって、それを高校の時に流しながら、この時ってこういう背景があってこうやってやったんですよみたいなのを少し話してもらうとか、確かに確かに、なんかこう、あとは、まあ、ちょっとそれどうかわかんないですけど、職場体験じゃないけど、あのインターンってなんかまあずっと会ってたし、うん、なんだろう、はい、でもそれが今一気にオンライン化してるじゃないですか。でそういうあのインターンの中で実際にあることはあるんですけど、なんかその、はい、職場の中を見せるみたいなパターンあるじゃないですか、うん、なんかそれを実際にパーソナリティが言って、はい、学生が話を聞いてみたいなことをするのはすごくありですよ、ね、うん、ありです、ありです。なんか企業説明見るより学生目線だとなんか見たいものも見れるし雰囲気も感じられますよね。企業を紹介するような、ね、番組みたいなものもありなのかもしれないですね。うん、ありです。それでは引き続き福岡2020の今度はですね、今後、まあ、さっきもちょっと話しちゃいましたけど、まあ、より遠く、なんだろう、より将来のことも含めてちょっと今後のことをお話ししていきたいなと思います。じゃあ、あの、そもそもですね、あのさっきあの山本かなちゃんがあのコメントしてくれてましたけど、あの福岡2020っていうのがもうなんかちょっと、え、それ2020って何っていう風に本当になってきちゃいそうですが、そのなんだろう、名前これからどうしていくのかとか、そこにどういう意味をもっとこう見出していくのかみたいな、こうディレクターはどんな風に考えてらっしゃるんですか？そうですね、やっぱ2020自体はね、はい、まあ、本来だったらちょっとオリンピックがあったりとかっていう年で、うん、そこに向けてね、はい、いろいろとこうやっていくっていう予定だったのが、まあ、オリンピックでちょっとあれだったりするから、うん、まあ、前々から言ってるのはやっぱそのプラス1とか、はい、2020プラス1とかにして、うん、2021って書かずにしたりとかっていうのを考えてますけど、あ、はい、まあ、2020どうなのかな、でも2021ってなんかちょっとね、ね、語呂もあんま良くない気はしてて、2021って、まあ、2020プラス1の方がいいですよね。プラス1でね、まあ、1が1にかぶって、なんですよみたいな、その1っていうのはこの番組を、その番組プラスその1のパーソナリティのメンバーのことを指してます。いい名前ですか。正解はね、これで。2020プラス1でよくない？とか言ってますけど、まあ、これはまだどうなるか分かんないって感じですか？略しやすく、呼びやすく。なるほど、検索されやすい。それはありますね。福岡ラジオで検索する人もいないですよね、基本的に。まあ、そのラジオのパーソナリティをやりたい子とかは結構検索してるって感じかな、うん、そうですね。で、そもそもその福岡ラジオで検索した人に来てほしいわけでもないっていうのがあるので、なんかそういうのはありますよね。なんかどういう番組でありたいのかっていうのをなんか定義し直さないといけないっていうか、まあでもやっぱあれですよね、なんかできればあのなんていうの、大学の先生とかにもね出ていただいたりするから、はい、なんかこう新しくチャレンジしたいっていう学生からさ、大学の先生が相談を受けた時とかに、あ、この番組ちょっと見るといいよとかって、ね、言ってもらえるといいよね。そうですね、うん、そうですね。だって今も例えばさ、なんかアーティストのが見れるさ、いい番組ないって聞かれたら、俺だったらもう YouTube の The First Take いいよってやっぱ言っちゃうもんね。まあ、そういうのがあって、そういうのが、やっぱ言っちゃいたくなる。あ、
いや、これ見た方がいいよ、みたいな。これやばいから、みたいな。って言いたくなる感じにしたいけどね。なんか今皆さんコメント欄の方では福岡がなくていいんじゃないかっていう議論があってますけど、それはどうでしょうか、福岡を拠点にみたいなところは。これ ね、構想としては前あったのは、福岡2020が福岡にメンバーでやりますと、うん、例えばそのもう佐賀2020作ってくれとか、うんうん、例えば新潟2020も作ってよくないとか、うん、東京2020はちょっと少々的に多分厳しいだから、そうか、分からん、札幌2020とかさ。で作って、そこはそこで、例えばこういうスタジオとかも、貸しスタジオとか使ってもいいし、カメラとかも全然まあ揃えればいいから、そこにいる、例えば北大の学生が、こういうふうに全部やりますとか、はい、だから全国にネットワーク持ってますみたいな構想は結構持ってて、だから福岡は福岡で、福岡2020、まあ、福岡って言葉はまああってもいいかなと思うけどね。東京2020は。NG らしいですけど。なるほどですね。はい、スタジオの上は今工事中なんですね。工事中です。はい、ということで、何でしたっけ、ちょっとすいません、話が分かんなくなっちゃいました。2020の。はい、2020をどうするかという話ですけどね。まあ、そこは今皆さん、こうやっていろんなパーソナリティの方が考えながら。あれですよね、あとはその、今みんなが頑張ってくれてるけど、ツイッターとかインスタグラムとかそういうところで発信すると出さなきゃいけないってなると、うん、その福岡2020って何やったっけみたいな、自分たちって何してるんだっけみたいなとこすごい考えるなって思うんですけど、なんかそれを通してみんなで考えていけたらいいですよね。なんかね、難しいのは例えば、なんだろうな、アーティストのライブとかさ、いい歌手が発見したとかさ、うん、お笑いでめっちゃ面白い芸人発見したらさ、はい、面白いよってみんな言うじゃん、はい、おすすめするじゃん、ニコニコするじゃん、はい、でもそのビジネスの話とか、はい、こういうキャリアの話とかなんとかって基本誰かの役に立つ話だから、はい、あの役に立つ話って少し自分が求めてないと見ないじゃん。そうですね。なんか自分がキャリアに困ってるからキャリアの話聞くじゃん、そうですね。で困ってなくてさ、うん、なんかキャリアの開発の方のお話聞けるらしいから、うん、平野君に来ればってやると、いや、俺困ってないから別にいいです、ね。うん、なっちゃうけど、意外と聞いてみると面白かったですよね。はい、ただ、そこのハードルってやっぱ求めてないと、うん、あんま聞かないから、うん。でも、例えばそれが、なんか映画とかになってて、うん、映画として面白くて、実はメッセージはキャリアの話でした、みたいなやつだったら、面白くて見るんだよね、映画だったら。うん、だからそういうふうに、なんていうのかな、そのエンタメの中にメッセージを隠すっていうのは、うん、もっと追求していきたいなっていうのはあるけどね。うん、なんか今、多分役に立つコンテンツとしてしかちょっとないかなと思ってて。はい、そうですね。エンタメ要素というか、なんかおもろいから見てたら役に立つことあって。うん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 。アニメもそうなんだけど、アニメもさ、意外とさ、確かに例えばさ、ジャンプの漫画をさ、うん、僕は友情と何、熱意とか、うん、あれを、うん、学びたくて読んでますなんてさ、うん、ほぼいないじゃん。そうですね。読んでみたら、なんかルフィのこのシーンに感動するな、これって実生活でも活かせるなとかなるんだけど、うん、まあ、そういうところには入れていきたいなと思うんですよね。うんうんうん、なんかこう、ほら繰り返してるよ。名言を言ってますね。2020年一山さんの名言ですね。そうそうそう、だから面白さの中にね、なんか、こうなんかいいことあったよね。確かに。そうそう、結構難しいんだよね、うん。どうやったらハードルを下げて入りやすくできるの？どうかな。だからやっぱテレビとかがさ、やっぱガラッと世界を席巻したと変えて、はい、まあ映画もそうだけど、やっぱ映像がね入ってきたから明らかに変わったんだよね。はい、みんなが見てわかる。うん、今まであった詩とか朗読と声でしか、はい、で状況が分かんなかったけど、はい、とか、はい、本だったら文字でしか分かんなかったけど、はい、雪がね、しんしんと降る中、はい、なんとかかんとかでって言われてもさ、それ見たことある人しか分かんないし、はい、それ映像が出てきたことによって、あ、こういう、確かにこんな中で生活って苦しそうだなとか、はい、その人は状況ってこういうストーリーがあってって言われたらちょっと感動するなとか、はい、まあやっぱり映像ちょっとね、はい、まあ寺田さんもすごい考えてくれる、まあその配信とかをね、担当してる寺田さんも考えてくれてると思うけど、はい、そこはちょっと追求していきたいなって思われてるよね。うんうんうん、
資格の情報ってやっぱり大事ですよね。大事大事、うん、だから何だったのかな、あのちらっと見たけど、だから商品紹介とかもさ、うん、結構機能のことをバッと喋るよ、うん、例えばさ、はい、なんかその生産者さんがさ、はい、もうなんていうの、いやこれめちゃくちゃうまくて自分が美味しいと思ってるから作ってますって言われた方がさ、うん、なんか買いたくなるとか、うん、あとその商品を触ったことない、うん、でも芸人さんとかが使い方すら分かんないけど、うん、紹介しますとかもなんかおもろかったですね。そうです、本当は椅子なのになんか、いやこれは何ですかね、これこう使いますとかっていう紹介をしてもらった方が面白かったりとか、うんうん、だからその正しい情報を正しくちゃんと伝えますのは大事なんだけど、うん、なんか面白く伝えるためにはどうすればいいかっていうのがあって、うん、まあだからそこに何がいるかって言ったらパーソナリティなんだよね。うん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 、そうですね、なんかさっきの話とちょっと通じるような感じもしますね、うん、なんかだから正解を求めすぎないじゃないけど、うん、なんかそこで新しいものを作るみたいなイメージが一番いいのかもしれない。そうですね、エヴァンジェリスト講座も今年やりましたけど、まさにそこで学んだことの実践ですよね、うん、そうそう、だから本当にいい商品があってもね、なんか、はい、これすごいですね、もうすごいなって思ってる人とか、これめちゃくちゃやばくないですかみたいな、うん、って表現する全然違くて、うんうん、ただ逆にめちゃくちゃやばいっすねって言ってもハイテンションで紹介してる人が、はいはい、これやばくないっすかって言うと、うん、逆に本当にやばそうみたいな、ね、本当にすごいんだなとかみたいなのを演出していく。うん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 、確かに。だからなんかもっとこう今はこうプロデューサーとディレクターと学生パーソナリティっていう風に、あとあの配信の担当と分かれてますけど、そこでやっぱりそのゲストとしてお呼びしたいって言っていたような、その作家さんみたいなあの立ち位置の人がもっとこういてもいいのかもしれないですね、うん、そう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 、そういう人がいてもいいし、そのパーソナリティ皆さんも、やっぱそういう面白いさ、配信とか、面白いテレビの方とか、芸人さんとか、いろんな演出を、演出とか表現されてる方見て、はい、あ、この表情いいなとかさ、この言い回しいいなとかっていうのを参考にどんどんしていくといいんだよね。そうですね。そう。それやることによって、結局番組って別にプロデューサーとディレクターが、こういう風にやってください。これしかやらなくていいです。はい。ってやるのは、全然演出の幅が狭いから、それパーソナリティに出る側から、うん、この前こういうふう なんかインスタで人気のフォロー人がこういうふうにこうやってたんで、これちょっと試してみますみたいな感じで、どんどん試した方がよくて、はい、それぐらい逆に言うと、うん、あのこうやったら当たるよねみたいなのが分かんないね、はい、みんなも。そうです、ね、そうそう、ディレクターとかこのプロデューサーとかでも分かんなくなってきてるから、うん、そこでみんなでこう探り探りやるといいのかなと思ってたんで、あと年代も違うし、うん、そうですね、うん、もうね、そろそろだって多分俺も大学生とこう話のあれが合わなくなってくるから、うーん、そのあたりの、うん、自分たちの感覚っていうか20代前半の感覚ってこうですって言えるようにしといた方がいいんだよね、うんうんうん、それはありますね。なんか自分自身がなんかそんなに大学生みんなの考えて思えなくて、その自信がなくて言えないみたいなことは結構私はあるので、はい、なんかそこをちゃんと女子大生とか22の女はこう考えてるよみたいなことが言えるようになった方が本当いいだろうなっていうのはありますよね。なんかそれを価値にしなきゃいけないじゃないけど、する強みにするためにはなんか知らないといけないですね。はい、日常生活でもいろんな人の話聞いた方がよくて、はい、でみんなで友達の話も聞くし、聞いた方がいいし、それこそ大学の教授もさ、授業中しか話さないけど、終わった後にちょっと話したりとかさ、ちょっと教授の部屋行って少し聞いてみたりとかさ、なんで教授になったんですかとか、少し聞いとくだけでも、あ、なんかうちの大学の先生はこうこうこうでこう言ってましたみたいな話できるし、それはありますね。うん、なんか人の話を聞くことで自分が特殊な部分も分かるというか、うん、なんか自分ってあこういうところが個性的なんだとか、あこういう人もいるんだとか、うん、そういう気づきもありますよね。そう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 、全然ね知らない人の話聞くのも楽しいですよね。うん、そう、全然違うね発想されるんだなみたいな。うんうん、でもなんかそれで言うとやっぱり今年の2020、2020年はこう新しい出会いにちょっと
なんだろう、出会いに出会いにくいのチャンスがちょっと少なかったと思うんですが、皆さんはなんか、それがちょっとまあ当たり前になってきた今、何か工夫していることとかってありますか？はい、あ、私はなんか会話とかじゃなくてもカフェとかで座ってる時に全然知らない横の人の会話を聞いたりすると、もう知り合うことがない人たちだからもう絶対違う話じゃないですか、うんうん、だからそれがちょっと面白いなと思って聞いたりしてます。耳を立ててあまり良くないんです、ね、盗み聞きです。朝可能ですかね、はい、なるほどね。え、平野さん何かありますか？それでもなんか逆にオンラインイベントやってるとこ多くなったから、はい、なんか今までだったらさ、はい、東京のイベントに行かないと出会えなかった人とかが、いや、この人東京行けないから無理だなと思ったけど、オンラインイベントになってるから参加してみると、東京のイベントに福岡から発火してますみたいな、はい、そこで知り合えるとかあるから、ラッキー。あります。むしろありがとうございますみたいな、うんうん。2020パーソナリティのモネです。先輩方のいいところをどんどん吸収して、最終的には、出会った人、物、ことの魅力を自分の言葉で伝えられる、そんなパーソナリティになりたいと思っています。これからもどんどん成長していきます。よろしくお願いします。パーソナリティのあゆです。今年3月から福岡2020のパーソナリティとして活動させていただきました。ラジオを通して普段の生活では出会うことのできない方々からお話を聞くことができました。来年はより多くのことを学んでいきたいと考えています。ありがとうございました。あ、でもなんか私は、はい、まあそれがちょっとこう配信寄りなのがあれなのかもしれないですけど、はい、こう配信パターンが私は多くて、こうオンライン上の出会いが、うん、ってなると、はい、なんかやっぱりその雑談が減りましたっていう話があるじゃないですか、結構。そのコロナになって。うん、それと一緒で、その人の、はい、その場での役割みたいなものとか、お仕事としての人は知ることができても、はい、それ以降がもうわかんないっていうか、はい、その人がどういうとこに住んでるのかとか、はい、なんか、そういうこと全然わからないみたいなこと結構ありました。うん、確かに。そうだ、そうそう。これ、そうね、これの、今回のコロナのおかげで、はい、俺結構なんか会食とか飲み会とかっていいですねってすごい思ったんだけど、めっちゃ意味あるね。うん、ありますね。仕事以外にやっぱ話できないな。そうなんです。で、たださ、でそれ食事がないと、はい、例えばさ、なんか仕事で付き合ってる人とさ、はい、ちょっと夜2時間ぐらいズームでお話ししませんかって言われたら、なんかさ、ちょっと。逆にいるんで厳しいですねって言われるけど、これがちょっと懇親会とか絶対行きましょうよみたいな、どこどこのお店にどうすかって言われたら、ああいいっすよってなるところが、やっぱ食事とか空間を一緒にするっていうところのすごさ、特に食事、食事はやっぱすごい、もうこれに気づいた、コロナのおかげで、うん、食べ物がそこにあって同じ時間を過ごすっていうすごさに気づきました。この人こんなに面白いんやとか発見しますよね。食で、ね、そう、しかも、ね、話広げやすいから、確かにそうですね。確かに、だから、リアルでやっぱ会う、はい、価値が逆に分かったよね。そうですね、オンラインが増えれば増えるほどリアルの良さとか、リアルでしかできないこともたくさん見つかりましたよね。そう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 。なんかそれで言うと、今このラジオはオンラインラジオとしてこれからやっていくっていう感じですか？なんか、なんだろう、ちょっとそのオフラインを絡めたりとかしていくイメージですか？まあでも絡めたいですね、オフラインも。その感染症対策ちゃんとすれば、うんうん、別にはいはい、まあ、今ちょっとまた増えてきてるからあれなんですけど、そうですね、オフラインで会っちゃいけないってわけではないんで、やれる部分はやっぱ絡めていきたいですね。なるほど。じゃあ、うん。あ、なんか言おうとしませんでした。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。はい。じゃあ、こう、オンラインでの配信は変わらないけども、なんだろう。撮り方？撮影の仕方とか、そういうところではオフラインも融合できたらな、みたいな感じなんですね。まあ、でもいろんなエンタメでいくと、本当その、オンタイムでイベント的にやるみたいなこともありですよね。うん、
そうそう。あとはね、まあ、ちょっとまた話達成しちゃうけど、はい、俺がすごい最近感じてるのは、でも同じスタジオに集まったりとか、うん、ゲストが集まって配信するパターンって、うん、何の意味があるのかなってずっと思ってたんですよ。うん、はいはい、みんなオンラインに入ればいいじゃんって思って、うんうん、例えば今日、例えば僕とゆうこさん同じスタジオにいるんですけど、これ別にオンラインで自宅から入ってもいいじゃんって思うじゃん、はい、うん、でも何が違うかっていうと、多分考えるべきはこの後の話で、例えばここで俺と、うん、じゃあキミカさんが放送終わってお疲れ様でした、ちょっとこの後懇親会っていうかね、そのちょっと家でも行くってなったら、そこで一個消費が生まれるんだよね、うん、でこれが全員オンラインだと生まれないんだよね。そうですね、生まれなくて、そこに価値があるなと思って、うん、だからスタジオに集まったりとか、オフラインでスタジオに集まってみんなが配信しますっていう価値はそこだなと思って、うん、でそういうのとかを、まあ、うまくやってるのは、まあ、ね、あの MICE って言われる、はい、国際的なミーティングとかカンファレンスとかっていうのが、結構国とかも挙げてみんな誘致するんですよね。だからなんとかサミットとかあるじゃん、遠山サミットとかあったじゃん、はい、あの時に結局日本の文化を知ってもらおうとかって言って、ね、めちゃくちゃプロモーションかけたりとかするんだけど、はい、でもあれ別に普通に考えたら、会議やるだけなのに、なんでそんなことすんのみたいな思うけど、あそこの国際的なすごい要人の人たちに日本の文化を知ってもらったりとか、商品知ってもらうことによって、だから彼らが勝手にアンバサダーみたいになってくれて、いや、日本だけでよかったよ、みたいな。って言ってもらうと、その後の商品につながったりするんですよね。もう一回日本に来たいなとか、日本のなんかあの料理美味しかったら、ちょっと、今イギリスにいるけど頼んでみようかなとか、そっちの方に、つなげないといけないなと思って、うんうん、だから今回のだから放送とか福岡のラジオも言うと、はい、別に放送しました、ゲストと話しました、はい、いい情報をゲスト視聴者届けられました、はい、だと普通というか、うんうんうん、まあそれはそうだよね、うんうん、最低限のことはやりましたよね。だその先、その次にどんな価値を埋めたかってところが一個重要、なんかそこからでも今年実際に、なんだろう、ラジオに出ていただいたことによってできたプロジェクトだったりとかもありましたよね。そうですね、今年な何があったかな、去年とかもね結構あって、うんうん、まあ、あと逆のパターンもあったりするもんね。ラジオやってたからお声がかかるとか、うんうん、なるほど、そうそう、うん、だから皆さん話せますよねっていうところだから、なるほど、うんうんうん、確かに確かに、まあだから今年でいくとやっぱ ANA さんと一緒にやったクラファンのプロジェクトとかもね、まあこっちでやっぱ発信をするところとかをチャンネル持ったりするし、うんうん、学生パーソナリティがアンバサダーになれますってところでやっぱやったりとかね、はい、なったりとか、あとはマイクロソフト西脇さんとかもね、うんうん、ラジオでやっててみたいな、でパーソナリティの子たちが次のステップに進むためにやっぱエヴァンジェリストっていう仕事も知っといた方がいいよねっていうので、うん、エヴァンジェリスト育成講座をやりましょうとかなったりとか、うん、意外とありますね。そうそう、関連としてすごく広がった気がするから、うん、この福岡2020っていうものを起点にして、うんうん、こうまさにこうハブみたいな構想があるわけですね。そうです、そうです。こんばんは、パーソナリティのエミレです。この福岡2020は2020年に節目の年を迎えることができました。私自身2018年の11月からおよそ2年間この活動をさせていただいているのですが、その中で感じているのはこの番組が本当に刺激的で面白いなということです。特に印象的だったのはシェアリングエコノミーなどの最先端の分野に関するキーパーソンをお招きしてお話を伺った回です。スマートシティだったりとか、コワーキングスペースだったりとか、普段の生活では知り得ないようなことをどんどん伺うことができて、とっても刺激的な番組でした。今後この福岡2020は、まあ、どうなっていくかすごく楽しみでもあるんですけれども、私自身新しい考え方だったとか最先端の分野だったりとかをどんどん発信していって、その新しい価値創造というところで貢献できればなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。なんかこれからこうちょっとそろそろ放送最後かなと思ってるんですが、なんかディレクター最後にこういう風な2021年にしていきましょうみたいなのありますか？そうですね、まあさっきからちょっと話してる通り、パーソナリティとして
込んでます、はい、放送しますリスナーの情報を届けますは、まあ、最低限のラインとしてあって、うん、でさらにそれをやっぱちょっと面白くエンタメ要素もやっぱしっかり入れて、うん、間口をやっぱ引っ掛けたいっていうのもありますし、うんすねまあ、プラスこういう関連事業やっぱり、うん、あの福岡2020のパーソナリティの皆さんと、うん、ラジオ以外でもご一緒したいですって言われる、うん、そうですねように、うん、まあ今年もあったけど、うんより一層やっぱ増やしていくところが目標ですかね、うんうんまあ、僕の目標でもあり皆さんの課題、うん、課題というか目指すもの目標でもあるかもしれないですけど、うんうんうん、なんかそれで言うとこういうパーソナリティが来てほしいとかってありますか？それはもう高田さんみたいな人ですかね、ウェーイとか言って中澤さんみたいな人ですかね、うん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 、分かりにくいですよでもね、まあ、うん、まあ、これ、パーソナリティに限らないかもしれないけど、はい、でも、自分のことを表現やっぱしたりとかね、はい、話す、人と話すのが好きですとかね、全然興味ない分野も、興味持って話したいですとか、っていう人がいいよね。なるほど、なるほど。好奇心を旺盛、好奇心旺盛な人？そうそう、まあね、好奇心はね、基本、自分で作れようとも作れるからね。確かに、それはありますね。だって、興味ない。ですっていうのは簡単で、うんうん、興味ないですって言い出したら基本興味ないから、そうですね、うん、これ結構面白いところで興味ないですっていうことは自分興味あるものがあるじゃん、うん、でも興味があるものって基本的には、うん、あなたはこういうふうにこれ楽しんだらこう面白いよってこう、うん、なんていうの相手からうまく興味が持たせるように、うん、なんていうのこう、ね、やられた結果なんだよ。プレゼンじゃないです。だからテーマパークとかもこれそう言ってて、アトラクションを見たらあなた楽しいでしょって準備されてるから楽しいんだよね。うんうん、でも例えば何もない真っさらの形でさ、これなんかここで遊んでいいよって言われてもさ、うん、それで満足してる人は、いや、ここ何もないから面白くないんですよ、うん、ってなっちゃうから、うん、え、ここいいんですかみたいな、ここちょっと穴掘っていいですかみたいな、トンネル作ってもいいですかとか、なんか砂の後ろ作っていいですかとか、はい、っていう風にやっぱ楽しめる人は来てほしいです、うん。うんうんうん。だそうです、きみこさん。頑張りたいです。いや、でもね、きみこさんは放送のね、あの機材とかの関心があるから、はい、俺がいろいろ設定してる時にめっちゃ覗き込んで、これはどういうあれですかみたいな。さすが、そんなパーソナリティはまだ今までいないので、本当、期待の星ですね。機材を組めるようになりたいという目標を。いや、今ね、本当やばくて、だから今日使ってるさ、はい、機材とかも、はい、これさ、あの、AAA のスカイハイって分かるアーティスト。まあ、分かんないから、はい、トリプル A ってアーティストいるじゃん。はい。で、スカイハイってそのラップ担当の方が、はいはいはい。プレゼントが恥ずかしいな。とかも、自宅のライブで使ってんだよね。あ、そうなんだ。アーティストが歌いながら、自分でカメラのスイッチングとかもするような時代なわけですよ。はい。逆に言うと、パーソナリティとかライブ配信者も、ライブ配信しながら、自分でそういうことをいじれないと、もうスキル的には、はい、できて当たり前じゃないですかっていうくらいの、何年後かなってくるから、はい、で私話すことしかできませんとか原稿しか読めませんっていうのは、はい、あ、徐々にちょっと淘汰されていくかなって、そうですね、それが怖いわけじゃないけど仕事としては淘汰されていくかなっていう感じは、うんうんうん、そうですね、うんうん、いやパーソナリティって本当になんかすごいなって思ってて、この経験はめちゃめちゃ大きいなと思ってて、そのそれこそ個性を求められつつ、なんだろう、うん、表現がすごい難しいけど、個性を本当に出しながら、でもなんだろう、それがなんだろう、失礼になったりとかそういうわけじゃなくて、うん、なんだろう、そうそうそう、だろう、周りをねちょっと固めなきゃいけない自分のパーソナリティ出しすぎると話しすぎちゃうけど、はい、ちょっとこう、うん、まあこう思うんですけど、ちなみになんとかさんどうですかみたいな、うんうん、まあそういうのは皆さん、エヴァンジェリスト養成講座のあの講師の西脇さんの立ち回りというか、あの、ね、めちゃくちゃ分かります。重要なことは伝えつつ、その場の方たちにどうすれば楽しんでもらえるかとか、どうすれば彼らの彼女たちの意見を引き出せるかみたいなことがすごく考えられていらっしゃるので、はい、あれ見ると、ね、非常に勉強になります。西脇さんの講座は本当に、あ、西脇さん新しい本を出していらっしゃいましたね。あ、そうですそうです。ここに載るかな、もしかしたら。はい。ここに。よろしくお願いします。差し込んでください。差し込んで入ると思います。そうそう。そうですね。ということで、だいぶ長い時間お話ししてまいりました。はい、いっぱいコメント皆さんありがとうございます。はい、放送後。はい、
まさに価値があると思います。ね、これから、あれですよね、これまでもうすでに118名の方をお呼びしてきたわけですから、まあ、そういう方々と作っていくことももちろんできますし、それでもっと、なんだろう、例えばあとはこういうことをやりたいなと思ったような方のをゲストにお呼びしていくという逆パターンでもいいですよね。そうです、そうです。はい。ということで、そんな風にして、2021年もみんなで素敵な福岡2020を作ってまいりましょう。と、はい、いうことで、福岡、あ、違った、2020年最後の福岡2020の放送を終わりたいと思います。それではですね、はい、最後に福岡2020からのお知らせのとこ、きみこちゃんからお知らせしてもらってもいいですか？はい。今日の放送の感想やゲストやパーソナリティへの質問をぜひハッシュタグ福岡2020をつけてツイートしてください。ハッシュタグの後にローマ字で福岡、その後に数字で2020で、ローマ字は大文字でも小文字でも構いません。はい、ということでありがとうございます。ツイッターもね、インスタグラムも今盛り上がってて、インスタめちゃくちゃ可愛いですよね。見ました。はい、ぜひフォローしてもらえればなと思います。ということで本日、そして本年最後の配信を終了したいと思います。本日は皆さんありがとうございました。来週の木曜日も19時から20時にお送りします。それではまた、良いお年を。良いお年を。